ごい重要でなんとか特典券にお客さんを。おはようございます、レッツゴナギラです。本日はですね、レジェンドに密着します。それでは行きましょう。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。先ほど PR ブランディングとおっしゃってたんですけど、うん、もう少しこう詳しく聞くとどういう感じなんでしょうか。企業の Twitter アカウントの運用っていうのを5社ぐらいやってて、でその他は地方 CM 作ったり、テレビの地方 CM 作ったり、うん、あとホームページ作ったり、うん、あとミュージシャンの MV 作る制作系がちょっと多いです、ね、なるほどなるほど、ありがとうございます。ホームページに載ってるんで。ごちそうさまです。じゃちょっと事務所に行きますか。行きましょう。ここの2階で僕ら。これはオフィスですか。あ、オフィス、あのバーの2階を借りていてあ、1階がバーで、なんか夜の会社なんで、はい、2階がオフィス、まあ、オフィスにしてるって感じです。あ、なるほどなるほど。スミスっていう、はい、ほう、これがオフィスの1階。1階です、はいこれが2階のオフィス。ここでいつもまあ主に3人で仕事してて、喫茶店のような佇まいですね。そうですね、来ないですね社長が出社して他のメンバー来ないと、うん、なんか今シャワー浴びてるって連絡がどうしよう、うん、まあいっか。おはようございます。お邪魔してます。チーズ自己紹介を、はい、森美です。森美さん、従業員おはようございます。本日はお邪魔しております。こんにちは今日は11時からミーティングですよ ね、はい、じゃあ揃ったので朝礼を始めます。まずは我が社の社訓から昭和します。飲み屋でママやマスターに迷惑をかけない、はい、大盛り飯を頼んだら残さない、うん、残さない、頼んでて残さない、借りた金は遅れても必ず返す、はい、友人のパートナーと事故らない、はい、どんなに儲かってもおはぎ三原則を遵守する、はい、おはぎ三原則とは怒らない、はしゃがない、気がつかないです、はい、この社訓を守って今日も頑張っていきましょう、はい、はいはい、ここになんか頭合成できない、これ。高山会長、今お仕事中ですか。仕事中です。企画会議です今どうしようかな。西久保社長、はい、外出ですか。外出です、はい、お客さんの案件の撮影に、はい、中野坂へ、はい、撮影ですね。撮影です。ドライバーさんですか。ドライバーではないですね。他5歳と言って、はい、2年なんですけど、自転車で走ってきて、アクリルで右奥にリアンスタート。見ないでしょ。ソロマンでも、はい、2円する。9万人買ったんですか。いや、5万人は買いました。これ相当センス良くないですか。これはすごいな。かわいいね。かわいい。無理なのが一番かわいいね。西久保社長、はい、まあ、まだ今日半日しか過ごしてないんですけど、はい、会社の雰囲気というか、うん、ゆるさ、はいはいはい、でも正直こんな見たことないなと思っててあ、そうですよね。これってなんか意図的なものがあったりとかするんですか。っていうか、まあ、はい、僕らって発想とかで
アイディアで仕事してるから、はい、うん、固くね、何時までアイディア出せとか強制すると、はい、やっぱいいもんって出てこないあ、なるほど、のでなんかまあ年の差もあったりもするけれども、うん、その辺をこうフラットにすることで心理的安全性を保ちながら、うん、なんか自由なアイディアをみんなからだったら出るようにしてるってところはあると思います、はいはい、なるほど、そういうまあ狙いじゃないですけど、うん、まあ、意識してるポイントとして、まあ、そうですね、はい、なるほど、それゆえのあの自由さなんですね。あ、そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、はい、あ、お疲れ様です。あれまだ5分ぐらいしか経ってないですけど、なんか、はい、ここを押さえた時に3人までしか入れないっていう条件で押さえてみたいけど僕が出されましたはい、撮影終わりましたか。はい、終わりました。お次は、お次は飯を、はい、食べていきます。ご飯ですね、はい、行きましょう。紅葉の味わいたい。最高、最高ですよ、うん、最高だよ、マジで最高、最高の店ですよ、ね、あ、楽しかった。いや、美味しかったですね。あ、最高でしょ、はい、楽しいでしょ。楽しいです、楽しかったです。幸福度がやばいよね、はい。高山社長のなんか昼ご飯に対する思いとかあるんですか。あ、高山会長の、はい、思いも何も、なんてだろう、うちその昼飯に関しては普通の会社と違って、はい、ちゃんと考えるから、あのとにかくね、昼飯に関しては、はい、あのちゃんとやってます、誰もすごい考えてで、その中でもさっきの紅葉楼はマジで最高なんですよ、はい、中野ってラーメントライアングルっていうのが3つあってね、はい、紅葉楼を中心に、はい、金木っていうところと、はい、荻窪にある18番っていうのがあるんですけど、はい、ここの三角形の中心地が中野なのね、はい、本当にヤバいラーメンですね、はい、絶対行ってほしいです。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。よし、うるさかったあいつ。うるせんだあいつ。声が。声がついてるから、口の中に。はい、西久保社長、お次のスケジュールは。一回スミスに帰ります。オフィスですね。はい。お茶を飲みます。はい、ああ、昼間、食ったな。飯帰ってきましたよ。あら、西小社長、はい、ミーティングじゃなかったですか。ミーティングをやりたかったんですけど、もともと3時からでしょ。こっちが悪いみたいになってる、うん、3時からって書いてあるじゃないですか。でも3時からだから3時だって今日って夜長いですよ、私たち。ちょっとじゃあ休憩になります。西久保社長は休憩しないんですか。ちょっと僕絵描かなきゃいけないんで。え、アーシー剛っていう名義で絵を描いてる。ああ、アーティストの一面もある。あ、そうなんです。なんでちょっと絵を外に描きに行きます。わ、はい、かりました、行きましょう。よし、できました。おお、できましたか。はい、はい、凪良さんを描きました。僕描いてたんですね。あ、そうです最高です、はい、よし、ただいま。ガチ寝ですね、これは。よし、時間だぞ。起きろ、起きて、お願い起きて、うん、行っちゃう。起きたね、起きて、高山さん。トマト、トマト、動くと。あのなんかボーニング場ってほら、ガーターに入らない。じゃあ企画会議終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次が5時半、これじゃあそれまでじゃあ休憩。はい、西子社長、はい、会議お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。僕も近くで聞いてたんですけど、めちゃくちゃ面白いなと思って。ありがとうございます。本当にこう型破りな発想どんどん出てるなと思って、はい、まあ、その考え方とかコツみたいなところがあればなんか教えてほしいなと、うん。会話をする中で出てくるっていうのが企画って大事だと思ってて、でその中でさっきも話したけど、何でも自由に発想が出てくる関係性をまず築くところが大事かなと思って。うん、でそのためにはなんか頭ごなしに否定するっていうことをない関係性を築いていくっていうことが僕らはまずできてるのかなっていうふうに、うん、まあ、一つ思います、うん。
なので、まあ、年の差は割と森、特に森と僕だってあるんですけど、かなり積極的に話してて、うんね、アイデアもほぼ中心になってるぐらいの存在なので、うん、まあ、そういう関係ができてるから、まあ、割といい機会が出てくるのかなっていうのが一つある、うん、なんか型破りってたまにこう言ってくれる方もいて、非常にありがたいってありがたいですけど、はい、なんか我々も20代、30代前半ぐらいはいろいろ営業やったり、制作やったり、いわゆる普通の修行の期間があって、はい、ある程度型っていうのを学んできて、なんで型があるからこそ型破りっていうことができてるのかなっていうのはまだまだですけど、ちょっとある、うん、あるかなと思ってます、はい、なるほどですね、はい、型があるからこそ、まあ、まだまだですけど、はい、ありがとうございます。はい、西久保さん、今からは散歩行きます。わかりました、行きましょう。はい、DJ の練習してますまずお二人は休憩で DJ の練習するんですか？休憩じゃないですね、これも仕事ですね、はい、すいません、すいません、すいませんでした。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。なんか怒られてるんだはい、西久保社長、はい、日頃からよく散歩するんですか？あ、ちょっと時間空いたら、はい、はい、太陽も浴びたいし、うんうんうん、あ、そう、銭湯入ってます、時間ちょっとあるし。銭湯？30分もないっすよ。あ、でもまあまあ、はい、ちゃちゃっと。お、行きましょう。はい。はい、では行きましょう。ありがとうございます。いや、整いましたね。整いましたね。お風呂に入ったのは理由があるんですか？なんかこういう人生でいいかなと思います。はい。なんかめちゃめちゃ金儲けたいってことにないし、はい、ちょっと時間あけば銭湯行けて、うん、でなんか仲良くしてくれる、はい、友達たちが喜んでくれて。はい、でもお客さんもそうですね、うん、僕らと会うことが楽しいとか言ってくれるような、はい、そういう人生が 今楽しいですよ、はい、いいですね、近くの人幸せに、はい、ありがとうございます。西久保さん、次はどこに行きますか？はい、ちょっとローソン寄って。お、ローソン、ちょっと夜中まではバーの営業あるから、はい、ちょっと性欲剤っていうかガツンと効くもん買います。はい、何買ったんですか？スゴジュはい、西久保社長、今からはちょっと外部の方とイベントのミーティングがあります。はい、あ、なるほど、はい、ありました。ちょっと止めてもらっていいですか？あの、西久保と申します、よろしくお願いします。誰だ？誰だ？誰だ？あん、え、誰でしたっけ？しかやりたいって言ったのは、俺たちみたいな賑やかしやって、あ、ほら、あそこになんとか社長いるから。はい、西久保社長、ミーティング終了と。終了しましたね、はい、はい、もうゴミを片付けられてるんですね。そうですね、ゴミ片付けないと怒られちゃうんで、この選手森さん、はい、西久保さんのいいところ。はい、圧がない逆にですよ、西久保、ここはもっとしっかりしろよというところ。特にないんですよね。そう、すごい考えたんですけど、理想の上司みたいな感じです。いや、目の奥が暗すぎるよしと。で、7時からバー営業なんで、僕は準備に入ります。バー店をやるってことですか？そうです。何でもやってますね、もう。そうですね、はい。あ、そう、こっちで、ユースじゃないみたいな。最高。私が満載。最初からいろいろあってこなくなったので。あ、いいじゃん。すごい。すごい。はい、ご斎さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ぜひですね、まあ、西久保さんの、まあ、いいところ教えてほしいなと。いや、西久保さんにはすごく大変な恩義があるんですけど、はい、会社経営してるんですけど、はい、破産するかもっていう時があったんですけど、はい、その時80万足りなかったんですよ、はい、その時に西久保さんが本当にポンと、あ、いいですよ、大沢さん、はい、今からお金を下ろしに行きましょうって言って、すぐ貸してくれて、それで僕の会社なんとか生き延びることができたんですよ、ね、はい、あの時すっごく嬉しかったのが、五歳さんだから信頼してこういうふうなことできるんですよって言ってくれて、はい、本当にこの人素晴らしい人だなってお金貸してくれたって言うわけじゃないんですけど、はい、本当に気持ちよくやってくれて、本当にあの時、あ、この人にずっとついてこうって思いましたね。ありがとうございます。はい、いや、西久保社長、休憩ですね。あ、そうです、はい、はい、
ちょっと気になってたんですけど、株式会社オクリバント、はい、まあ、結構キャッチーというか一瞬で覚えちゃう名前だなと思って、うん、まあ、それの由来とかをぜひ教えてほしいなと。あれ10年以上前、まあ、会社をやろうと、そう会社をやろうと、うん、まず会社名から考えようと、はい、でいろいろ話してる中で、ここ話してる中で、俺だってホームランは打てないから、うん、ましてやヒットも打てないから、うん、でなんとか得点圏にお客さんを進めることだったらできるかもしれないみたいな話になったんですけど、うん、はい、でそれで送りバントっていう言葉が出て、そんないい話でしたっけ。あ、そうそんないい話そうそう高山会長、まあ、創業当初8年前の思いだったり、この8年間やってみての苦労だったり学びあれば教えてください。とにかく、ね、どんどんなんか緩くやることによって良くなってきたというか、例えば社員がいたとして何でもってやんないのかなとか思った時期とかもあったんだけど、はい、なんか自分がほら若い時考えたらやってなかったから、そんなになんかでもやったような気になってた、うん、じゃないですか。思い出補正、思い出補正あるからね、うん、でも冷静に考えたらさ、絶対に休みたかったし、同じようなもんだ、同じようなもんだもっとひどいかもしれないからねよりはマシかなっていうか、みんなよくやってくれてんだなとか思っちゃうよね。そういう風に思えるようになったらどんどん楽になってきたというか、まあ、経営が良くなってきましたよね、うんうん、楽しくやる、ノンストレスで楽しくて、で周りの人たちもね、友達と楽しく、お客さんもね、うん、っていうところで、うん、ありがとうございます。いや今だいぶエモい雰囲気でしたね。いやさ、はい、アイコディアとか一番ダサいよたまにね。もっともなりたくないですけどね。まあまあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。何作ると。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れた。バー営業終了。いや終了しましたね。2時半。あれ、なぎらさんがと今日会ったのが朝9時半。そうですね。17時間。はい。今日はもう17時間一緒に。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。楽しかったですね。でもはい。うん、じゃあ最後にですね、はい、まあ、動画を見てる方にメッセージいただきたいなと思います、はい、いやこんなね僕を取り上げていただいて、まず渚さんありがとうございます。あ、とんでもないです、こちらこそ。でまあ送りバントもね、まだまだこれからの会社なんで、はい、気になったら問い合わせとご指導ご鞭撻ご発注のほどどうぞよろしくお願いしますお願いします。ご発注ほど、はい、最後にありがとうございます。じゃあ今日はお気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。